遅くないんでね、リップ濡らしてください。なんか今日花粉やばくない？花粉やばすぎてさ、目真っ赤なんだけど。今日花粉やばいのよ、目真っ赤じゃない？いるんですけど、ちょうど今弟が今テスト期間で、でなんか弟が今電話してるんで、友達と。聞こえてきたらごめんなさい。まあでも聞こえてきたら聞こえてきたで。もしかして画質悪かったりする？もしかしてだけど画質悪かったりする？真っ赤なんだけどさ、どうしてくれるの？ちょっと目赤くない？さっきの方が赤かったか。履いてますか？履いてる。でもこの下、これはこの上になんかもう一個着てたんだけど、なんか黒のワンピースみたいな、それは脱いだ。でいつものモコ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 パンツ履いてます。これはね、ファンの子にいただいたんですよ。このこれはもうめちゃめちゃ着やすいです。ありがとう。安心しました。面白い、そのコメント。安心したしましたと言ってはいるが、安心してない。チッ、舌打ちしてるんだな。これめっちゃ着やすい、なんかこういうパンツね。で途中で結構短いの、なんかすごい、私こういうの過ごしやすいの。そう、短パン、今日は何、ピザ食べたよ。でさっきメールに書いてたんだった。大学生は春休みか。そう、春休み。ちょっとね、目が痛いな。
ちょっとやばくない、なんか目真っ赤じゃない、大丈夫この感じ、なんか泣いてない私。あの電子レンジ使いやすいよ、オーブンもあるし、とっても使いやすいです。なんか私泣いてるよ。すごい聞こえるでしょ弟の声、見てにしないで、あいつうるさいから、弟でうるさいって言っても言い返してくるから、もう話にならない。ピザは何が好き？私ね、チーズだったら何でも大好き。チーズだった。彼女じゃない、これ彼女じゃないよ、友達だよ、男の。反抗期ですか？なんか生まれた時から反抗期だよ、あの人ずっと言い合いしてる。チーズトロトロだよね。そう、チーズトロトロが好き。ああ、なんか怒ってる。ひなこよりひねくれてるの。おいおいおい、それちょっと失礼じゃないか。私がひねくれてるみたいな言い方、ひねくれてないからだよ私。ちょっとねメールをね送らせて。今日はズボン履いてますから。履いてるよ、いつも履いてないみたいな言い方やめて。まあいつも履いてないけど、あやばい、メール送った音めっちゃ聞こえたね。島でいつ帰るって、わかんないの、決まってないの。ひなこちゃんも反抗期あったのだって。え、めっちゃあったよ、思春期、思春期&反抗期。思春期ってかほんとね、まあ誰にでも来るよね。髪の分け目好きだってここ下は吐き屋だって。たまに入ってないから少し嬉しい、どういうこと？そう、たまに履いてないよ私マジで。みんなには言ってないけど、まあ言ってる時もあると。なんじゃもんじゃのやつに、私なんじゃもんじゃ強いよ。履いてなかったらひなこちゃんじゃない、どういうことやの。配信中も履いてない、配信中も履いてない時あるよ全然。リラックマのギフト投げようと思ったら落ちてないと。
リラックマね、なんかリラックマの背景になってたもんこの前まで。大丈夫、こっちも履いてないからな。マジ履いてないの？履きないよさすがに。違う違う、そのあのパンツを履いてるよ。え、パンツを履いてるよさすがに。履いてない人が言わないで。確かにごめんなさい。なんじゃまんじゃ面白かった、ひなこちゃんね、私すごい良かったでしょ。超強かった。ええって何？えって何？え、って何？ひなこさんの面白さに最近気づいてやってきましたって。嬉しいけど全然面白くないですよ私。本当に面白くない。普通履かない？え、履くでしょ普通。誘導されないようになってされてないし。絶対モテるのに絶対認めないひなこだからさ、私がさモテるわけないじゃんこんなんで。悲しいけどモテるわけないでしょこんな感じで。うん、話し会行こうと思うんだけど怖い人ですか？だってわかる、私怖い人に見えるよね、よく言われます。目死んでるとか言われます。でも絶対怖くないです、本当に怖くない。本当だよ。AKB で一番気になるって嬉しい。そんな言ってくれるのあなたしかいない。絶対に持ってるって、あのマッチって持っててないです。でもやばい、ほんとね、これなんかもっと、え、なんかこんなあれみたいな、こんなも出ないみたいな。リアル話、リアル話し会で話したらそのまんま奥原だったでしょ。私はこのこれなんです、表と裏ないんで。じゃあ俺と付き合って、だって、あ、それみんなに言ってんでしょそれ。おいおい、個別話が楽しみすぎるだって。私も楽しみ。いいな、優しいよ、会ったことないじゃん。ちょっとだけおもろかったそのコメント。 AKB で唯一気になる存在ひなこ、本当に嬉しいよ。リンパマッサージしてますだって。おーいいね、リンパ流して。寝るとき服着てますか？うん、日によるかも。かわいすぎて話しかけづらいみたいなのもあるよね。いやいやいや、大学であんまり、いやだから大学で男性の方大学で話したことマジでないですよ。あ、なんか雨降ってますかって聞かれたことはあるけど。イケメンはなんで嫉妬されるのか、ひなこさんの意見。イケメンはなんで嫉妬される、イケメンって嫉妬されるの、どういうこと、誰かが嫉妬されるの。初対面だとちょっと怖くて話しかけづらいかも。やっぱりですか、よく言われます。なんか私もなんか大学の友達とかになんか目つき悪いとか目死んでるとか、なんか最初怖かったとかよく言われるんですよ。
わかります。目死んでるもん、いつも。超ヒートテック汚いです。え、これで1枚で過ごしてたんだけど、すごくない？いや、1枚、これ1枚は嘘ついた。これの上にもちろんありましたけど、でもこんなのもうほら薄っぺらいから、こういう生地ね。これになんかこの黒のなんか なんていうんだ、なんかちょっとワンピなんちょっとわかんない、リンパはまずい。男の人と話すのは教授くらい。そうですね、教授とはお話ししたことありますよ。でもね、もっともっとね話せばよかったな。ひのこに話しかけるのもオーラで難しいんじゃないのって。そんなことある？目が出たら声かけていいですか？だって。全然いいですよ。そんなこと聞いてくる人いるの？いるよ、いたよ。お父さんがうるさそうになっちゃう。まあいいか。目が赤いから怖い。それを許して。感傷なの。ちょっとコメントがね追いつかないんで、ちょっと待ってくださいね。地肌にその服だけだと痒くない？だって。痒くない。イケメンに告白したけど勇気が出ないので勇気をください。私人生で告白をしたことがないからね。もう上目遣いでいきましょう。頑張って。やんちゃん元気だよ。ムスッとしてる美人とか怖くて話しかけづらい。だって。確かに。ひなこちゃん流の花粉症対策ないです。ねえ、マジでめっちゃ目赤くなってきてもた。マジで実際に会いたいなって。でも実際に会ったら、私ってでも私ってさどんな感じなんだろう。ひなちゃん大好きとか言われたことないの？え、誰に？男の人に？目薬とか刺さない？いやね、ちょっと待って、くしゃみですわ。出ないわ。みなことは最初はめっちゃ人見知りそうだって。わかる。チオリが言うほど丸くない。ほんと？丸いよ、めっちゃ。最近何寿司食べたって。何日前かな。でも1週間前くらい。もう顔も見たくないから変に連絡してこないでほしいですか。なんかその言葉聞いたことある。なんだっけそれ。歌詞でしょ。なんかも違う。もう顔も見たくないから変に連絡してこないでほしい。これからしたい人は何から始めればいいですか？だって。確かに。何なんだろう。劇場公演に来るとか。分かんない。どうしたらいいんだ。ひなこも TikTok。 私がさ TikTok 出したらさ見せてくれるの？間違えた。見てくれるの？今日撮ったけど。
なんかデビュー当時生意気だったの。はい、生意気でした、すいません、ごめんなさい。朝3月8日はトムさんの卒業公演出演させていただきます。声でかくないか、ね、なんて名前の曲忘れた、なんだっけ、 TikTok 非公開にしないんだよ、だってやばい、バレちゃった。なんかね、ワンちゃんもね、今ね、泣いてる。今は泣いてる。え、本当に見てくれるの？アカウント2つある。今使ってるのは、ね、声でかくない？弟くん。今使ってるのはひなこってやつ。奥原ひなことひなこっていうのがあるんだけど、ひなこの方。前の TikTok なんかログインできなくなっちゃって、そう。弟さん大きめですね。そうなの、大きめなの。話し会どの日がおすすめだって。でも話し会はそう、なんかいろいろコスプレとかしようと思ってるんだけど、何してほしい？コスプレどうせみんなあれでしょう。ペロペロチーノ、でもマジで来た方がいいですよ、この次の話し会。なんかヤスリ、あのね、ワンちゃんがねこうしてるの今。ゆうちゃん、ゆうちゃん持っといて。っていう感じ。あ、間違えた。言っちゃったのな。まあいいか。香港。香港ヘンデンさん。たまありがとうございます。ありがとう、香港ヘンデンさん、たまありがとうございます。
犬違う違う熊タワーどうもありがとうございます。ヘイレンだよヘイレンだよありがとう大好き。弟くんの気分かわいい。違うよ。タワーが立った。波動は出たいんだって。なんか自分弱いから私が、出るよりもっと強いメンバーに出ていただいて。あの何これすごい出ていただいてあの優勝というか私が多分出るとあんま意味ない。フレーム投げるのでポーズしてくれますか。あそれが今だったの。えポーズしてない、悔しい、無理。AKB にこんな素敵なメンバーいるの知らなかった。ちょっとそれは言い過ぎじゃない？嬉しいんだけど。何が当たったの？タワーが立ったの。あ、戻ったの？戻った戻った。なんか電波悪い。電波悪い、どうしよう。電波悪い。できた。できた。今電波いい？オッケー。なんだろうね、この間からずっと。別にバンされてるわけじゃないよね。何時まで配信しますか？だってまだ決めてないの。
監視されていますだって。なんでですか。口が赤くないですか。だってリップ塗ってるからね。ネイル見せて。はい。あ、ひなこのグラビアまだですかだって。だからあのグラビアまあ来たっちゃ来たんですけど、話は悪いんだって指長なって長い。まあでもちょっとまあでも波動でみんなボールくれなかったからなっていう。グラビアやるんでお願いしますって言ってもボール集まんなかったんでね。前で書いてる書いてるよ。眉毛って最近眉毛サロン行ってるから。ひなか水着オッケーなのだって。はい、まつげはマスカラは私塗らないんですけど普段だから、これは今マツパしてるんで、私はマツパして、それにマスカラ塗らなくて美容液だってなってます。まつげ美容液。そう、身長何センチ。155です。ちっちゃいです。そう、めっちゃさ、めっちゃ綺麗に上がってない。ほら超綺麗に上がってるでしょ。美容液は全身塗ってるんですか。塗ってない。前髪作ってみてほしい。だって私さ、やっぱ前髪あった方がいいんかな。でももう波動多分出ないので5月まで。もう5月もあれ全員出るの。前髪ない方が好き。まつげも立ってる。そう、まつげも立ってる。ほらじゃんじゃん。表情見えるから前髪ない方が好きだって。イエーイ。前髪は気分で変えたなあ。だってそう、でもさ、一回切っちゃったらさ、もうこんなここまで伸ばせないから、切るのめっちゃ躊躇するな。こんな伸ばして、理想の身長何センチ？あ、自分の160かな。
七瀬が週3で会ってると話したじゃないし、そう七瀬とマジでめっちゃ会ってるの。めっちゃ仲いい。なんかね、なんだろうな、いろんな話するんだけど、人生の話とかね、七瀬とめっちゃ会ってる。ボブは似合わない。七瀬ダーツにハマってらしい。そう、私さラウンド1でさダーツしたことあるんだけどさ、何あれ、むずくない？なんだあれ。好きな人いる？だって。逆にそれで、あ、間違えた。こういうのはみんな聞いて、好きな人いるって聞かれて、こういうのはみんなです、ファンのみんなですっていうのが正解らしい。らしいって、付き合えないよ。だって好きな人いると、ファンの皆さんですっていうのが正解らしい。ラウワンのダーツ誰と言ったの？好きな人、ラウワンのダーツは島根から東京に上京してきた、大学で上京してきた子がいるんですけど、 Y ちゃんっていうね、その子とお泊まりしてて、その前日に。で、私の、あ、違う、その子の誕生日お祝いをして前日に家でね。で、その次の日にお台場に行ったので、お台場でラウワン行ってっていう。切り抜き動画見て知りました。だって、何の切り抜きですか？嫌いな人は？だって、いませんって言ったらいいらしい。僕はひな子が大好きです。本当ですか？それ普段も山田京花って呼んでる？うん、普段は京花って呼ぶか山田って呼ぶか。ワイちゃん、お稲荷さん記念のうちって何それ、マジでそんなんあるの？ボーリングしますか？だって、ボーリングは私苦手です。難しい。こんな18期生は嫌だ。どんな？お稲荷さんとかいう人。波動やった後っていつも筋肉痛。え、マジで筋肉痛になるよ。やばいよ。アウトドアですか、インドアですか？私どっちも兼ね備えてます。その人に合わせられる。ストライク取ったことある？だって、それあるよ。球をぶつけるの難しい。マジで難しい。球をぶつける？あ、ピンにね。みなこは何で遊ぶのが好き？私大勢があんま好きじゃないから、でも3人も嫌じゃん。2人が一番いいんじゃないかな、わかんないけど。ビリヤードしたこと、そう聞いて。なんかラウワンかな、あれラウワンだよね、にビリヤードがあってしてみたんだけど、マジてか七瀬とねビリヤードしたな、したよ。けどね、
ちょっと なんだあれ、難しすぎない？でもあれでしたらかっこよさそう。ね、ちょっと待って、コメント欄やばくないか？大丈夫？みんなやばいよそれは。たまたまラーマンのカラオケ、あ、カラオケ行ったよ、歌った。いや私ね、友達と遊ぶときはリードする方が、いや私 YouTube 不断だし、あとなんか相手がなんかめんどくさいって思われたらどうしようとか、こう言ってなんか嫌がられたらどうしようとかめっちゃ考えちゃうから、ビリヤードむずい。そう、玉と棒だけなのにむずいんだよね。棒をさ、玉にさ当てるだけなのにむずいんだよ。なんだ、どういう構造あれ。さあ、みんなビリヤードって知ってる？みんなのビリヤードなんか間違えてない？私のビリヤードと間違えてない？なんかビリヤードっていうのはこんな長い棒で、細長い棒でなんか色のついた玉をこう当てるんです。でそれをね落とすの。なんか穴が4つ開いてて、で先に落とした、全部落とした方が勝ちなんだっけ。でなんか最後に黒の玉を穴に入れて勝利っていうビリヤードね。カラオケオールとかしたことある？カラオケオールって何？どういうこと？ひなこやばくないかにハマってないか、そうよくないよね。なんとかじゃないかって使う人がね、いるんだよ。ハマっちゃうよね、口癖になっちゃう。東大医学部コメント欄が超高速、そうだからね、追いついてないんだよね。あんた助けて、ビリヤードは球を穴に入れるのも順番があるから。え、順番あんの？あれ、え、順番あったの？え、順番あるの？あれって入れる順番とかあんの？入れるのに順番とかあんの？嘘でしょ、どういう順番？一番からみたいな。ね、マジで待って、本当に追いつかない。やだ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 。やだ。ちょ、マジで、ね、追いつかないんだよね。ごめんね、みんな。その棒はキューって呼ぶやん。あ、そうなんだ、キューって言うんだね。車の免許持ってない、でも今年取りに行こうと思ってます。キューだ、私が悪いですね。はい、キューです。うん、カラオケボックスで1夜を過ごすこと、ないと思う。あるっけな、ないんじゃない。あ、しーちゃんとね行ったことあるか。
運動会で得意な競技は玉入れ。私ね、玉入れ苦手だったの。なんだろう、綱引きも苦手。走るのがね、好きだった。遅いのに。一人カラオケ好きだよ。え、ちょっとマジ追いついてないんだけど、ごめんね。え、順番あるの？え、数字の順に入れるの？ビリヤードって玉。マジ？じゃあ 1,2,3,4 みたいな。マジか、知らなかった。穴に入れるのに順番とか。ビリヤードはマネージャーさんに教えてもらったよ。で、ナナセと一緒にやったよ。穴って言ったらいけない、スポットだよ。だって、あ、そうなの、スポットって言うんだ。スポットに9でスポットに入れるって言えばよかったの。私は悪いです、ごめんなさい。全部のコメント読んでやんって。そのためね、読みたいんだけどね。まだそこなんだ。そうそうそう、だからちょっと待ってね。昔何のスポーツしてた？卓球です。卓球。そう、走るの遅いの。もうやばい。そう、にゃんちゃん泣いてた。玉遊び好き。あ、私ね、そうだからね、昔からね、玉に縁があるというか、卓球してたし。耐えろって言われた。そうだね。あ、やっと追いついたよ。やっと追いついた。玉遊び好き。お手玉苦手。玉卓球の必殺技は、え、なんだっけなんだっけ、なんかそう、バーンってやつしよう。ストライクじゃないの。すごい泣いてる。スプラッシュか。あ、スマッシュか。みちんさん、ゆうちゃん、ゆうちゃん、ゆうちゃん持ってて。おいで。弟の声低すぎる。おいで。あ、間違えた。顔似てないと思うよ。あ、カッチーさん、タワーありがとうございます。カッチーさん、タワーありがとうございます。ありがとう。
サッチさんありがとう、いつもありがとうございます、ラブラブ、ありがとうございます。同説増えてるだって。同説って何、つながってる人、今つないじゃ、つながっちゃってるみたいな。ひなこちゃんもしかして溜まってるの？違うでしょ。え、え、千織が配信中だって。え、千織に言ってじゃん。千織、ひなこが千織に言って。言わなくていいとかすいませんでしたごめんなさい あれ、マジでなんかもうダメだ。ちょっと待って、違うから、違うからね。
ちょっと一瞬切っちゃいました。また iPad に戻った。ねえねえ。チオリに言った？でもさ、多分さ iPad じゃなくてさ、みんなスマホの方がさ、あれでしょ。正直聞こえやすかったし、聞こえやすいでしょ。中さんコラボしてくれるって。でもさ今じゃない、今しないでしょ。今しそうじゃないでしょ。明日遊べるだって。明日遊べるって言ったらどうすんの。うん、しおりさんとコラボしたらやばいよマジで。なんかやばそう。なんかわかんないけどやばそうじゃない。本店の写真してもいいですか。いいですよ。いいんですか。じゃあ下着くん OK 待ってるわ。今はできないのだって。調理え、なんて今はできないのかな。調理に何するね。じゃあ調理さんコラボしよう。今できんのかな。送ってみたけど、あ今日公園だったんだ。じゃあちょっと疲れてるかもね。今できない、今できないのって聞いてみて。誰か LINE 送ったけど見てない。え、マジ調理許可してくれたの。じゃあえ、ちむしおさんとコラボしたらマジでやばいことになりそう。それこそコメント欄加速しそうだよ。大丈夫、みんな大丈夫。分かった。じゃあ私が申請したらいいのかな。どうしたらいいんだっけ。でもさみんな言って、もしかして京花ちゃんの仲悪くなったのって。どういうこと。なんで。ちなみに今日京花と会って写真撮ってなかった。山田と今日なんで撮んなかったんだ。LINE 来た、 LINE 来た。これ一回コラボ配信に切り替えて、一回ね、一回切るね。じゃあ切るっていうか、うん、もう一回すぐやるけど。あでも待って、そしたらさランキング変わっちゃう？もしかしてランキング変わっちゃう？じゃあ読むね。ちょっとパーって読んだね。13位あすみさんありがとうございます。12位ひなこのおでこチュッチュさんありがとうございます。11位プッチーニさんありがとうございます。10位ダベワットマークひなこしさんありがとうございます。
9位伝説アットマーク白メガネありがとうございます。8位かなさアットマーク船越さんありがとうございます。7位高橋さんありがとうございます。6位あゆちゃんありがとうございます。5位団子部長さんありがとうございます。4位こうちゃんポケモンガチ勢さんありがとうございます。3位リチャードさんありがとうございます。2位カッチャーとマクナコシさんありがとうございます。タワーもありがとう、ありがとう、ありがとう。そして1番香港編でアットマークひなこちゃんラブさんでした。香港編でさんありがとうございます。タワーもありがとう、ありがとう。じゃあちょっとすぐ切り替えますね。